皆さんこんにちは、アミピです。ちょっとそこでストップしないでください。他の動画行かないでください。今日はビフォーアフターの動画を撮りたいと思います。イエーイ。っていうのもメイクをしてどれだけ私の顔が変わるかっていうビフォーアフターの動画です。私最近ツイキャスやってるんですけど、で11月からちょっと他の配信アプリで配信するので、またツイッターで報告させてもらうので、だったらツイッターのフォローもしてほしいんですけど、ツイキャスやってる時にメイクをする配信をしてるんですね。メイクをしながら話しながら配信をしてるんですけど、メイクをしてる時って閲覧数がめちゃくちゃ少ないんですよ。一桁、二人とかたまにザラで、めっちゃ圧倒的なファンでいてくれる人がずっと見てくれてるみたいな。で、メイクが完成すると一気に増えて20何歩とか行くんですよ。それだけ人の見た目って大事なんだなっていうのに最近すごい気づかされてるんですよ。で、私あんまり自分の見た目ってそんなコンプレックスあんまりない、ちょっと自分で言うのもあれなんですけど、そこまでなかったんで今まで。でもここまで閲覧が違うと、やっぱり人って見た目が9割ってすごい納得だなと思って、今回は、私のメイク動画を撮っていこうと思います。はい、ということで、私は特にテクニックも何もない、美容系 YouTuber でも何でもないんで全然参考にはならないんですけど、唯一参考になる点というのが、ものづくりが得意だということです。ハンドメイド作家として1年半から2年くらい生計を立てさせてもらってたんで、物を作ることにはすごく自信まではいかないけど、作ることは好きだし得意だなって思ってます。だからこそあんまりメイクの勉強しないんですけど、メイクしたらすごい化けるなって思うんですよ。使ってるものもファンデーションの色だけ、日本のファンデーションの色はちょっと私に合わないのが多いので、プチプラだと。だからファンデーションだけハイブランドの使ってるんですけど、それ以外はもう全然もう安いのばっかりなんで、ちょっと紹介しながらメイクをして、そして私の化け具合を見ていただきたいと思って今回は動画を撮りたいと思います。ちなみに今深夜の1時前です。さすが ADHD。 じゃあレッツゴー。まず私下地とか塗らないんですよ。下地の意味が分かんないなんか緑だったら赤みを消すとか言うじゃないですか。なんか私が使ってる、先に見せちゃうんですけど、ファンデーションがランコムっていう、フランスだったかな、フランス製って書いてる、うんのこのティントっぽいのが本当になんかこう何でも消してくる、コンシーラーなんじゃないかっていうくらい何でも消してくれる気がするんですよ、私は。ランコムがのファンデーションが、なんで私はなんかこう、どういう肌がいいかというと、とにかく白く見せたい、自然に白く見せたいんですよ。なので別にあんまり下地はどうでもよくて、まず焼かないことを大切にしてるんで、何でもいいんで日焼け止め、これは酸化と UV です。もうほぼなくなってきてる。それをつけます。こういうね、ヘアピンとかもね、なんかすごい適当。あ、でもなんか分け目と反対側につけたらいいっていうのね。やばい、もうスピンのドアップはやばい。でも結構 Vlog の動画でスピンでドアップでとか、すごい無表情でドアップでっていう動画を結構出してるんで、まあ、私のスピンは今にさらした話ではないので全然大丈夫なんですけど、あーでもコンタクト今してるからな、コンタクトなしだともっとひどい顔してるまあこんな感じでもうざっとなんかもう適当にパッパッパって、ね、パーってパーって塗っちゃいます。でなんか私気をつけてるのが、私ほんと一重なんですよ。なんか若干二重っぽい線入ってるけど一重なんですよね。なんでなんかこの二重を作るためにまぶたの上には何も塗らないように気をつけてます。で次二重を作ってきます。このポーチもね、ボロボロでしょ。ファスナーついてんだけど、もうこうファスナーついてるところ、ほらわかる、ここほんとついてたんだけど、ここ外れちゃって、だからファスナーの意味ないんだよね。そういう感じなんですよ、もう本当に。メイクは自分が外出た時に可愛いと思ってもらえばいいやっていうくらい、あんまりこだわってません。タイは生まれつき。私これすごい、すごい好きで、ね、ずっとって言っても1本目だけど。これ使ってます。
これはなんか二重まぶたを糊でくっつけるっていう感覚よりかは、まぶたに膜を作って、なんか、なんて言うんだろう、こう膜があることによってピッてなるみたいな。伝わるのか、これで。まぶたに膜を貼るイメージで作ります。あんまり塗りすぎないのがおすすめです。目のキワキワまで塗ります。で、置きます。まあでもね、目だけでもね、変わると、一気に閲覧が例えば2から5くらいには変わる。いやもうなんか目がダメなんだよね、多分私。目開かないしね、眩しいから。てかさ、今シャワー浴びてきた後なんだよね。意識高いよね。ちょっと乾かして、で、ちょっとこう目をパーって開いて、ちょっと思い込むしはやばいんだけど。パーって開いて、薄めにして、二重にしたいなって思うところちょっと上くらいで、何回か失敗してもやり直せるから。こんな感じ。まあ慣れたらもう簡単。って感じで、こう食い込ませるって感じ。これだけでもさ、もう全然違うでしょ？下地代わりの UV、なんだっけ。日焼け止めを塗ったので、次はランコムの、私はなんか一番薄い色だったかな？を使ってます。で、ワンプッシュか、ニプッシュくらい使ってるけど、ワンプッシュでいいかな。なんかすごい肌荒れしてるときはニプッシュとか使うけど、これもほんと適当。なんか昔に、このランコム買ったしと思って、スポンジなんかチュ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 ってやるようなスポンジを買ってやったけど、なんかもうそれも意味あるのかって思い始めてきて、私基本的に意味あるのか意味ないのかっていうのがすごい明確にわからないとできないんですよね。化粧水とかも、ちょこっとしかつけれないし、なんかいっぱいパックとかする女性とかって多いと思うけど、いやそれは本当に効果あるとは思うんだけど、私の場合はなんかあんまり分かんなかったから、した時はいい肌してたのかもしれないけど、なんか分かんないからちょっとつければいいやって思ってて、あとはなんか隠せるとこ隠せばいいやって思って、それだったら違うことに時間使いたいみたいなところもあって、そういう感じです。なんかちょっと適当な女なんですよ、こういうとこ。はい、これでまあ全体にファンデーションなじませます。この時眉毛とかにもちゃんとファンデーションとか日焼け止めを塗ると、あのいい感じに眉毛を描けます。ちゃんと化粧乗ってくれるからね。でまあ順序はどうでもいいんだけど、大体の順序は私眉毛、まつ毛、目の順とかかなってやってます。眉毛描きます。眉毛はまあ軽くいつも整えるようにはしてるけど、もうめっちゃ軽くです。あんまりあの前髪分けたりしないから。でなんかケイト使ってます。多分みんな使ってるやつ、ケイト使ってて、なんか薄色で眉毛の中心部分で、濃い色をこの細いチップで取って、濃い色を薄いチップで取って、この眉尻に入れる感じ。もうこんな感じだね。でまあこのついでに薄い色を指で取って、ノーズシャドウを薄く指でぼかす、このへこみの部分、あとできれば鼻のこの部分、立体感を出します。はい、眉マスカラつけます。眉マスカラはもうほんとプチプラばっかり、ヘビーローテーションっていう、なんかすごいあれ有名なやつ。これを毛流れの逆からやって、毛流れに沿ってマスカラします。反対も。OK。まあ、眉毛結構大事だからね。じゃあ次はマスカラ。マスカラはヒロインメイク。これもプチプラ1000円くらいで買える。これはスキピに初めて出会った時とかだったかな。マツエクつけてるのって聞かれたんだよね。結構間違えられるから、すごいおすすめ。マツエクはつけたことないけど。をすごいこう下に鏡やって、ギザ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 みたいな感じで、下から上に下から上にマスカラを塗ってゆく。で反対側も。で私は結構二度塗りとかしてる。ヒロインメイクは私はあんまダマになりにくいと思ってて、でもしっかりこう地まつげっぽく伸ばしてくれるんよね。でなんかコームもほらわかる、ちょっとなんかカーブしてるでしょ。このカーブでなんかすごいフィットするんだよね、目に。もうこれやってる時くらいで閲覧は7、8人くらいに増えてるね。まあ、たまに10行ったりとかするよね。で完成したら20くらい行くよね。そんな感じ。本当に見た目大事なんだなって思う。で、私下まつげも頑張ってやってます。下まつげは
このなんて言うんだろう、こっち側でへっこんでる方じゃなくて出っ張ってる方で、しかもなんかこう右手がぶれないようにこう支えながら、見えるかな、支えながらこう目開きながら、ちょっとずつちょっとずつでいいから、見えるのかな、これ見えてるのかな、私しか、なんか私が画面じゃない、私が鏡見てるでしかないような気もするけど、まあめちゃくちゃ目開きながらメイクじゃない、マスカラします。この縁でめっちゃ液体取ってやるといい感じに皮膚につかないように毛だけこうすくい取ってできるので、おすすめです。ちょっと難しいな、まあでもちょっとこう下まつげついてるんですよ、ついてるんですよ。まあでもね、アイシャドウつけるからあんまり、ちょっとで。はい、次、アイシャドウ。アイシャドウはね、これ一回ね、私ね、リッチスポーチってやつ使ってたんだけどね、なくしたと思ったんでね。そしたらね、なんか、実家にお泊まり行った時にね、これ持ってってて、カバンの中に入れたままでずーっとそれなくしたと思って、1ヶ月くらい、アイシャドウなしで、なんかこれ使ってたんだよね、アイシャドウ代わりに。アイブロウアイシャドウ代わりにしてたんだけど、それじゃちょっとさすがに目がなんか全部同じブラウンでなんかダメだと思って、でビセっていうやつ買ってて、最近こっちにハマってます。ウィッチズポーチもいいんだけど、なんかちょっとふんわり可愛い系がいいなと思ったらこっちのビセ使ってます。なんかクールでかっこよくいきたいなと思ったらウィッチズポーチみたいな、まあ大したらもう変わんないけどで、なんか一番濃い色、この一番濃い色で、この細いチップの方でなんかアイラインみたいな感じで、それこそさっきのマスカラみたいにこう薄めにして、口開いてるけどね、もうね、こういう感じ、まあ、とりあえず私は濃い色から入れるで、まあ、気分にもよるけど、まあ、できればここ目尻はちょっと垂れ目、こういう感じで、わかる？ここ、こうして、くの字っぽくして、ここのラインで、くの字っぽい感じで、黒いっていうか濃いアイシャドウを入れて、ぼかしてあげる。こっちも。これやるから、マスカラちょっと多少失敗しても大丈夫だよ。で、次、濃いシャドウの隣の濃いシャドウ。あ、こっちだ。またチップで、今度なんか大きい方で撮ってる。こう薄めにして、なんか中央からちょっと二重まぶたにかぶせるように入れる。でも今回紹介したのはファンデーション以外全部1000円くらいで買えるから、概要欄にも貼っとくから見てみて。で次、このハイライトの隣のやつを指で撮って。目つぶって、もう全体的にアイホールに入れる。もうなんか指でぼかすって感じ。で、この時あんまりゴシゴシやりすぎると、二重のあれが取れちゃったりしても困るから、もう優しく優しく、まあ、好きなようにアイシャドウつけるって感じ。で、最後、一番明るい白い方で、なんか適当な太いチップだ。使って涙袋、こうニコって笑った時に膨らむところにアイシャドウを入れます。涙袋入れます。うんうん、いいんじゃないの。よし、 OK。 でもうなんか前髪系は大丈夫だ。あとはアイラインを入れます。アイラインはメディア。本当はセザンヌが好きなんだけど、セザンヌがなんかうちの近くになくて、メディアっていうアイブロウブラウン系ですね、をまたこう下からもう本当にキワキワに入れてあげる。でまあ真正面から見て変じゃないかなって見る。反対も同じで、私は離れ目とか言われるけど、離れ目が好きだから
結構垂れさせるようにしてる。あんまりアイラインは太く引かないように気をつけてる。なんか逆に目がちっちゃく見える気がするから。よし、こんな感じで、いつも枕の近くに置いてるピコピタンからもらったジンジャーリップを唇下地として、これ普通にリップクリーム代わりとしても使ってる。だからあんまりあれもいつものこの季節より全然少ない。でこれなんかケイトのリップティント、なんかもうティントばっかりになっちゃったって言っても1個しか持ってないかも1個しか持ってなかったわうん、こればっかり使ってるってことで、こうまあ塗って、やっぱティントだと化粧直しできなくてもねいいし。はい、こんな感じ。これでとりあえず顔は完成で、髪はまだちょっとアイロンをかけようかな。ちょっと待って、アイロンを持ってくるね。ちょっと待って、下スパッツ、あスパッツじゃねえわスウェットでごめんなさい。ミディアムにしてからヘアアレンジの方法が少なくなって、少なくなってって言ってもロングヘアの時も多かったわけではないけど、ミディアムヘアの時のヘアアレンジ方法があまりよく分かってないので、今度また勉強して分かったら動画にしたいと思います。アイロンは170度、前髪130度くらいとかでいいと思うから、温めてる最中とかにもうもはやシューってやってもいいと思うけど、なんか自分の毛流れっていうのがあるらしいから美容師さんに教えてもらったらいいかもしれない。私は毛流れこうなんだって、私ずっとこうだと思ってたけど、だから分けるときはこうやって分けた方がいいって、やっぱプロに聞くのが一番だなって思ったよね。若干私は足目にしてもらってるのよね、前髪切りすぎたから。だけどなんだろう、まあ普通に分けてる人みたいな感じだよね。そこをしてるうちに170度になりました。で私のこれくらいの肩につくくらいの短さは、外羽がなんか今どきらしくて外羽をおすすめしてもらった。外羽する前にまず取って、ギューン、ギューンってふわ、内巻き外巻きっていうのを繰り返していく。内側の毛はそのまままとめて外に。暑いから気をつけてね。で反対側も同じ。後ろの方とかはね見えないから難しいけど、なんとなく毛先だけでも外巻きにできればいいかなと思います。よし、これで OK。 で最後に何でもいいんだけど、ワックス、私は N ドットっていうやつをその美容師さんのところで買いました。ネットでも買えるからリンク貼ってるんで、よかったらそっちも見てみてください。まあ2プッシュくらいして、美容師さん曰くこれ適当でいいらしくて、ふんわりふんわりこんな感じでふんわりさせる。なんか一回昔聞いたことがあるのが、なんかここの真ん中にこう分け目があるところを少しこう高さを出してあげる、こういう感じ。
ってやってあげるとなんかちょっとサロンモデルっぽくなるよっていうのはなんか聞いたことがある。確かにと思って、まあ、おしゃれにしたいときはこうやってトップを盛る。うん、こんな感じで OK で、こうしてたら閲覧が20くらい25とかいくの毎回。だから本当に見た目大事だなと思って、いつも25とかに来てる人とかはそのすっぴんの姿を見てないからどうなのって感じなんだけど、そんな変わらないでしょみたいな話になるんだけど、そうじゃなくて全然変わるから、やっぱり見た目って大事だなと思いました。でも私も実際52キロから38キロに痩せた動画この前パンってここに出しとくけど、好みもあると思うけど、断然モテるようになったのは今の私の方がモテるようになったから、可愛いって言われるのも今の方が可愛いって言われるし、だからちょっとでもね、私が幸せに思えたなって思うことがあれば今後も動画でシェアしていきたいなと思います。今回の動画がいいなって思ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログなどもやってますので、よかったら概要欄から URL 飛んでみてください。アミピのチャンネルでは ADHD や在宅ワーク、趣味のファッションなど生きづらい人が生きやすくなるような動画発信をしています。よかったら、年末までにチャンネル登録1000人いきたいと思ってますので、ご協力してくれる方いましたらぜひチャンネル登録して通知ボタンも押してお待ちください。最近毎日投稿頑張ってるのでよろしくお願いいたします。ではまた動画撮ります。アミピ佐藤プリンセスでした。ご視聴ありがとうございました。またねー。